明るい日の元花倉計画じゃ。大変だ勘兵衛さん。何事だお前さんたち。それがなんだかよくわからんが、いろんな軍がこっちに向かってきてるんだ。なんだと？そりゃ攻められてるってことか。いやだからよくわかんねえんだってば。そうかよくわからんのか。じゃあとりあえず逃げとくか。おお、さすが勘兵衛さん、わかってらっしゃる。よし、準備はいいか。お前さんたち掘って掘りまくれ。大地の真下をとんずらだ。ついに1023カ所目のザビーランドが完成しました。ギャロップ宗茂、開演セレモニーの用意ですよ。かしこまりました。たくさん作って。演目を想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。求めるは客の金払いが良くなる音楽ですね。こんなもんだ。俺らも勘兵衛さんも選ぶったやつが嫌いでな。ここで弾いたらザビー殿に顔向けできるぞ。ザビー殿の名を出せばあと3回は勢いづくか。奴の実家を調べなさい。囲んでザビります。私、暴力反対です。さようなら。ワルツで行きますよ。ザビチャチャ、ザビチャチャ。ワルツって、なんだかのどかだな。土いじりたくなってきたよ。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿が民からお金巻き上げて終わりなんだよな。我が君の歌が戦場に響くとやる気がみなぎります。小生には近づくなよ。鉄球で潰されたくなきゃな。あなたは罪を犯しました。懺悔なさい。ザビー様といえば祈りの物語、それしかありません。ザビー様は強欲な金貸しに祈りました。頭を地につけ、もう少し待ってくださいと。宗茂、雷霧の音がうるさくて祈りに集中できません。申し訳ございません。この程度の理不尽。不尽であるか、中心であるか、この立ち合いにてそれらが示されることを祈りましょう。
まった。信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。よくも大事な信者たちを。生命つけるの大変だったのに。この人とわし、どっちが運が悪いのかな。この人には負けたくないけど。なんだなんだ。ジャンボザビーの中の人をやりたい信者はお前の他にも5万といるんですよ。小生のために道を開ける気はないものかね。わし、ジャンボザビーに向いてないと思うんだよね。お前にはいい薬です、宗茂。申し出なさい。まさに武人の鏡のような男、かくありたいものです。チキショー、容赦ないな、お前さんは。あなたはザビー様を信じますか。布教しないと怒られるものな。我が君より先に倒れるわけには。僕より先に天に召されるなんて。お前だって地獄行きです、無弟子。さあみんな揃って共鳴の時間ですよ。さあピッツァ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 。ザビーに逆らおうなど100万年早いわ。我々も備えなければ。ザビガハラの戦いに。最後はショーを彩る背景を決めるのです。夢あふれる非現実的空間でも定価が上がっても文句は言わせません。追い込まれた時こそ大声のザビラフで嫌がらせです。天使の輪とは一体。よくザビー愛護協会がたまってませんよ。怪しげな乗り物を発見。なんだこの乗ってしまいたい誘惑は。開演セレモニーの準備が整いましたね。ザビチャッチャー、ワルツの優雅な調べの中、私たちの捧げる祈りが観覧車をロマンティックにぐるぐる回す。信仰心はもうマックスでしょう。今すぐ入信なさい。小生の運のなさ、この世にはザビも仏もないんだよ。います。
愛する心にザビーは宿るのです。あなたが泣くまで勧誘をやめない。鎖がこんがらがったら空気読めよ。この手で解くのはちょいと難儀なんだ。認めてやりますよ。お前は幹部信者スタートです。さと一緒に晴らすんじゃ。右頬も左頬もファイブルチャー。お前などザビー寺小屋から出直しです。そんなに怒らなくても。足かせじゃなくてまだ良かったと思うぜ勘兵衛さん。お前さん、眠気覚ましならいい鉄球があるぞ。戦う時もザビった笑顔を忘れずに。今入信すれば漏れなく僕です。情勢に負けるとはよっぽど月がなかったなかった。いや、情勢は気を使い切ってしまったのか。まったく相も変わらず小生はついてない。掘り進んで顔を出した先が戦場のど真ん中とはな。でもよ、武功さん相当甘くってたね。だよな。まあ考えようによっちゃ奇襲だったからな。へへ、久しぶりにスカッと。どうした勘兵衛さん。なるほど、地中からの奇襲か。これは小生にも月が回ってきたかもしれんぞ。あらら、またろくでもないこと思いついたんだな。いやいや、おい勘兵衛さん、ここはまだ安全じゃない。先へ掘り進もうぜ。おいおい、分かってるよ。